どうも、はいえー、今ですね、9月18日、9月18日の、えー、11時18分でございます、お昼ですね。はいえー、と動画撮ってる理由は、えーとまあ、インスタの DM とかで結構いただきまして、まあ、ニュースでね、まああのー、鹿児島が今、すげえ暴風に入ってるみたいな感じで、まあ、実際に鹿児島すごいですね、今。 うん朝方から、なんか昨日の夜ぐらいになんかブザーが鳴って、スマホに。夜はそうでもなかったんですけど、朝起きてからすげえ風がすごいです、今回。めちゃくちゃ風がすごい。まあ、台風もすげえでかいっぽいですけどね、風がね、すごいですね。んなんかこれからもっと中心部、中心部になるのかな。今、現状としては、なんかね、微妙なんですよ、なんか晴れたり、ボワーになったりとか。 ないろいろです <laughs> さっきはもうすごかったです <laughs> 真っ暗でブワー吹いてたんでんかでも風がすごいですねなんでまあこれからまあ台風がこう上ってまあ鹿児島とか過ぎると思いますけどほんま風すごいんでんま外外はちょっときついでしょうねまあ100%傘とか差してたら傘ぶっ飛んでくと思いますねうんはいまということでまあ 今日はね、まあ、外に出れそうもないのであのこの前その北海道行ってましてでそれで動画をですねこういっぱい撮ったんですけどもそれを全部今アップロードしてて、まあ、全部で22本ありました22本22本脳編集で、まあ、いろんな場所スポットで撮ってあるんでえっと明日からですかね明日から1話目をこう徐々に公開していきます で動画ちょっとありすぎて、ちょっと間に合わないんで、最後の方はちょっと、一日何本も公開する形になりますけど、まあ10月1日にですね、僕あの新商品を出すんですけども、まあ一日限定ですけど、ちょっと割引してご案内させていただきます。それの番線も含めて、まあちょっと行ってきたんですけどね。いや、でもね、あの、間に合ってよかったですね。台風、 この状況で車がちょっと走るのはきついっすね。だから、2日とか到着遅れてたらやばかったでしょうねう。まあまあ、もしもし遅れてたら多分、どっかで、帰らず、どっかで、保留というか、止まってたと思いますね。すごい、今回は。うん。まあ一応、まあ生きてますというね、報告なんですけど。 なんすかあと、あとばまぁ、番宣ちょっとしたでしょ。うん。うん。今、何やってんですかね、みんな。うんまあ、僕は、あれですね、ひたすら動画アップしたりとか、なんか、仕事。まあ仕事も終わっちゃったんですよね。やること。まあ作ろうとはいくらでもあるんですけどね。まあこれも動画撮ってますけど <laughs>。うん。どうしようかな、今日。久しぶりに Netflix 見ようかな。 うんまあ結構ねちょっと疲れもありますんでまだ休んで昨日昨日だったか一昨日着いたばっかなんですよで結構肩とかバチバチでまだあのマッサージ行こうかなと思ったんですけど、まあ、この状況なんで行けないしうんあ一昨日い2日前か帰ってきたのうんそう 昨日はね、だから帰、昨日、昨日、おとといか、帰ってきて、帰ってきて。あそうだ、メンバーシップき、昨日はメンバーシップのライブやったか。うん、そう、なんか帰ってきた瞬間、あの、僕 YouTube で別ちょっと別チャンネルやってるんですけど、帰ってきて30分後に収録がありまして、あ7時半ぐらいに着いたかな、夜の。で、8時からちょっと収録で間に合って、ですぐ収録して、 で、疲れて寝て、でも疲れて寝たというかね、あれなんですよ。あの、なんかもうアドレナリンがすげえ回ってたんで、あんま寝れなくて疲れてんだけど。で、その布団の中に入って、TikTok をぼーっと見て <laughs>、TikTok 久しぶりにぼーっと見ちゃいましたね。でも1時間半ぐらい経って、ああ、やばいっつって寝て、うん。 で昨日もちょっと仕事してみたいな感じで。で、まあ夜ちょっとライブして、今日もちょっとやって。な感じっすかね。<laughs> まあまあ、ぼやきっすかね、これね。ぼやきでしようかな。<laughs> いや、もうね、僕もね、そう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 。そうなんですよ。あと、今日18日でしょあとだからと、12日ぐらいか。 40, ですね、40歳ですよ。あっちゅう間でしたね、本当に。うーん、まあ30代最後、車であの有言実行で北海道行けたんで良かったですけど、また40歳から行きます。今度ね、僕は計画立ててるのがもうら、もう来年行くと思うんですけど、今度は、あの、えっとね、新潟からフェリーでね、こう、まあ、 新潟じゃなくてもっとるかな、まあ、とりあえず新潟からフェリーに乗っけて小樽港だったかなそう行って小樽から根室にこう根室だったかな小樽と根室がちょうど北海道の横,横の線でこうバンなんですよで根室って北海道の右のこっち側なんですよね一番でそこ行ったことないんですよねなんで今度はそっち目指しそこまで行って結局また宗谷岬目指すみたいな。 結局宗谷岬目指すみたいな、うん、ちょっと根室行ってみようかなっていう、うん、で結構ね函館からね遠いんですよね相馬はまあ下から一番上なんですけど、うん、そうもう結構そのなんだ道走ったし道もまああのまあ大体その決まってんですよね道がだから宗谷岬行く道ってほ,ほぼ決まってるので 3回行ったか,だかこの前4年前北海道行った時は2回宗谷岬行ったんですけど、うん、ちょっと根室行きます根室根室どうなんですかね、うん、だから来年生きてたら根室行こうかなって、まあ、人生あっという間ですからね行き,たいと行きたい時に行っとかないと行けなくなりますよ、うんまあ、車でなんてね年取ったらまあまあ行きづらくなると思うし 僕ももうアクティブに動けるのがまあ10年まあ60になってもまあ生きてたらまあまだファンキーなことやってるかもしれないですけど70はちょっと無理でしょうねどうなんだろうまあなってみないと分かんないですけどでも今回ね旅して思ったのがまだ行けるな体力結構あるなっていうのはすごい感じましたね結構弾丸で北海道を走ったんですよねブワっつってだ車中あの車中泊もしましたし あのリクライニングできない。ツーシーターでリクライニングできないんですけど、ォ4まあ、それでも、ちょっと倒して。あの、まあ、あのすみません、新幹線のね、席、ちょっと倒すときに、すいません、みたいな、ちょっと倒すじゃないですか。あれぐらい倒,す倒せるんであの、寝ましたけど、うん。あ、あとね、今日のね、18時から、今日の十八時から、熟成さんと対談したやつ公開するんで、そう、今日の18時だよな。 あでもこの動画、今ね、すみません。動画をね、20本ぐらい一気にアップロードしてて重いんですよ。この動画ないつ公開できるか分かんないですけど、まあ、18時前にもしこれが公開できるんであるならば、18時からね、音声対談、熟成さんがね、またベン使ったらしいんですよ。で、そのベン使ったあ記念でまたどうあの音声対談をお願いしてたんですけど、なかなかまあ、それいいんじゃないですかね。 内容いいと思いますけどね。うん、まあ多分、まあ、ね、まあ、関東とかはあれですけど、九州地方とかは今日はあんま出れないですよね、多分。あんま外出れないと思いますし、でもなんか世の中では今3連休かなですよねで。外出れないと思うんで、まあ、聞いていただくといいんじゃないかなと思いますね。はい、そういやー。 年取りましたねあのね、ハゲ薬飲んでんですけど、今、ゲ薬飲んで2ヶ月ぐらいか、まだあんま変わんないですね。あんまちょっとな、ゲ薬は半年ぐらいか、1年で、なんか効果が出るとか出ないとかだったんで、まだもうちょっとですね。うん。でも今んとこはあんま変わってないかなっていう思いますけど。うん、いやー。 もう40ですよ。40。まあ、鹿児島で起業していろいろありましたね。いろいろあったけど。まあ、なんとか、あの、40を迎えられました。そう、うん。あ、そうそう。あ、今日連絡来てたかな。今日連絡来てたんですけど、まあ、別枠でも動画撮ってるんですけど、その、この前、鷲津さんの売ってたんですけど、特典がね、まだ申請来てない人が、あと1人、2人いるんですよね。 今日一人朝、あの、特典申請来てましたけど、あの、特典申請していただけないと、もう対応できないので、よろしくお願いします <laughs>。一応メールで記載してますんで、うん。まあ、いらないのたは別にいいんですけど、まあ、いつでも連絡くれれば、あの、対応はしますんで、まあ、生きてれば。はい。そう。あとなんかあるかな。 うんう今日はね特にないですねないっすね, <laughs> っすね <laughs> まあとりあえずなんかあの結構 DM 来たんで「生きてますよ」って言っといた方がいいかな,なんか「吉田さん大丈夫ですか?」みたいな、ね、ありがたいんですけど大丈夫もクソも家から出て家がぶっ壊れたらね家が吹っ飛んでたらどうしようもなないですけど。<laughs> ここの家がね、ボーンみたいな吹っ飛んでたらそれはあれですけど、で出ないからな。出ない出れないですねそう。風がね、強いですね。うん、今、今はどうなんだ、うん、とりあえずね、朝9時、9時ぐらいはすごかったな、うん。またでも、さっきニュース見てたんですけど、また来るっぽいっす、全然まだ、ボンあの、 中心部には来てないような感じだったような気がしますけど、うん。まあなんかね、なんか気象庁のニュース見たら、なんか気象庁の、なんか誰だか分かんないですけど、その気象庁でどっかで働いてたけど、こんなでかいのは初めてだみたいなこと言ってたんで、まあ確かに本当にね、風はね、すごいですね。暴風がすごいです、今回。うん。だから朝ね、なんかめちゃめちゃすごい音して、 ちょっとそ,まあ、それもインスタでちょっと投稿したんですけどストーリーでなんかあの消,火器消火器あるじゃないですかよくその設置してるやつそれが吹っ飛んでてそうだ消火器ってその軽くはないですよねあれまあまあちょっと重いと思うんですけどそれ吹っ飛んでてバーンみたいな、うん、どうあ,のあの消火器が吹っ飛ぶぐらい風吹いてますね まあ空中は浮いてないですよ。空中浮いてはいないと思うんですけど、こう、ブツルツルツルバーンみたいな感じで。でもすごかった。ちょっと今落ち着いてるな。お気をつけください。お気をつけくださいって言ってもね、何を気をつけるんだって話なんですけど。まあ、僕の場合はね、そのすいませんねあの、別に会社に出勤するとかないので、まあ、ずっとこもってパソコンカチカチするか、まあ、カメラに向かってしゃべるかなんで。 あんま変わんないですね <laughs>、もうこれがね、なんか、会社勤めの方とかだとね、この暴風なんかちょっと行かないといけないとかあるかもしれないですけど、うん、でもさすがに結構なあれなんで、会社も、まあちょっと来れる人来れない人でやってるとは思うんですけどね。うん。すごいっす、マジで、風が。今回は風がすごい。うん。はい、ということで。 えーまあ、一応、鹿児島の今の状況をお伝えさせていただきました。はい、生きてます、まだ。まあ、死んだらちょっと動画撮れないんで、まあ、ちょっと報告できないですけど。はい、以上になります。